はいどうも皆さんこんにちは。約400年もの間続いた平安時代が前回の動画でとうとう終わりました。厳密には平安時代がもう少しだけ続くんですが、源平合戦が終わりキリがいいので、今回はこれから話していく鎌倉時代についての大きな流れを見ていきます。まず鎌倉時代は2つに分けたら覚えやすいです。前半は源氏による政治、後半は北条氏による執権政治です。この源氏による政治が途絶えたことで起こった戦いが承久の乱なので、前半と後半が切り替わる時期に承久の乱が入ります。そして鎌倉時代最大の戦いといえば、なんといっても蒙古襲来です。元寇とも言いますね。この蒙古襲来が遠因となって鎌倉幕府は崩壊していくんで、蒙古襲来が起こるのは鎌倉時代の最後の方です。こうやってみれば鎌倉時代の流れは、源氏による政治、承久の乱、北条氏による政治、蒙古襲来というように、政治、戦い、政治、戦い、この順で並んでいるだけなんで結構覚えやすいです。それでは早速細かい出来事について見ていきましょう。平家を討ち取った義経は平家の棟梁平宗盛を鎌倉へと連れて行きます。しかし鎌倉の一歩手前で頼朝からの使者が義経の元を訪ねてきます。鎌倉に入れることはできないと言うんです。これは義経と仲が悪かった有力御家人梶原景時が頼朝に義経を入れるべきではないと意見していたからだと考えられています。これによって義経はしぶしぶ京へと戻るんですが、義経の存在を危険と見た頼朝は京に向かって義経追討の刺客を送り込みます。こうなると義経も戦わざるを得ません。義経は後白河法皇から頼朝追討の院宣を出してもらい挙兵するんです。後白河法皇としては兄弟で殺し合いをしてくれるんだからラッキーですよね。法皇が院宣を出したことに怒った頼朝は北条時政を都へと送り、後白河法皇に迫ります。これに後白河法皇はお得意の八方美人、義経に騙されて仕方なく院宣を出したと言って言い逃れをします。すると北条時政は義経の全国指名手配を要求するんです。こうして全国に義経を見つけるために置かれた機関が守護地頭。この守護地頭の設置は結果的に幕府が全国を支配するきっかけとなります。こうして義経は逃亡生活をすることになります。各地を転々とした後に最後にたどり着いたのは、子供の頃に過ごしていた奥州平泉でした。当時奥州藤原氏のトップは藤原の秀衡、彼は快く義経をかくまってくれます。しかし秀衡が死んだことにより状況は一変。奥州藤原氏が揺れた一瞬を頼朝は見逃しませんでした。このタイミングで奥州へと手紙を書くんです。それは義経を差し出せ、さもなくば奥州を潰すというものでした。これに藤原の泰衡は屈します。頼朝に従って義経を裏切り、この戦いによって義経は死亡。これで奥州藤原氏が滅びることはなくなったと安心しているところに、頼朝の軍が奥州へと攻め込んできます。戦の天才義経がいなくなった奥州はもはや鎌倉の敵ではありません。こうして奥州藤原氏は滅びるんでした。さて奥州藤原氏が滅亡し、後ろを取られる心配がなくなった頼朝はとうとう京都へと向かいます。平治の乱で島流しになって以来、実に30年ぶりの京都です。この時後白河法皇は頼朝に官職を与えるんですが、頼朝は全て辞任して鎌倉へと戻っていきます。結局後白河法皇は生きているうちに頼朝を征夷大将軍とすることはなかったんですが、法皇が崩御されたことにより頼朝は征夷大将軍に任命され、名実ともに鎌倉幕府を確立するんでした。頼朝の死後、将軍を継いだのは頼朝の息子頼家です。しかし天才的な政治の才能を持っていた頼朝の後を継ぐとなると、誰であろうと見劣りしてしまうでしょう。有力御家人たちに政治の実権を取り上げられてしまい、鎌倉幕府は13人の合議制で政治を行っていくことになります。しかし御家人に政治の実権が移ったとなれば、御家人たちの間で政権争いが起こるに決まっています。特に比企と北条の争いが激しく、争いの末勝利したのが北条。この争いの中で頼家は将軍から降ろされて修善寺へと閉じ込められてしまいます。次に将軍となったのが実朝です。将軍就任当時は12歳なので政治は行えません。飾りの将軍ですね。天皇が幼い時には摂政が政治を行っていたように、将軍が幼い時には執権が政治を行っていくようになります。摂政とか関白とか執権とかいろいろありますが、結局やっていることは全部一緒です。この執権として政治の実権を握ったのが北条氏でした。北条時政は前将軍の頼家が生きていたら後々復讐されると考えて頼家を暗殺。ここで出てくるのが頼家の息子公暁です。公暁は仕返しに実朝を暗殺するんです。さて
三代将軍だった実朝には子供がいませんでした。ここで源氏による将軍は途絶えます。とはいえ将軍がいないと困るんで、北条氏は京都の摂関家から将軍を呼んできます。しかしこの四代将軍として呼ばれてきた三寅は2歳、完全に飾りの将軍です。じゃあ誰が政治を行うのって思いますが、もちろんそれは北条氏です。さてこういった幕府の混乱を京都で見ていた後鳥羽上皇、幕府が混乱している今が倒幕のチャンスと考えて挙兵します。こうして勃発した朝廷対幕府の戦いが承久の乱です。朝廷が攻めてくると聞いた御家人たちは不安があり、降伏しようとする者すらいました。ここで北条政子が御家人を一括、頼朝公のご恩を忘れたのかという歴史に残る演説をしたことで御家人は一致団結、幕府が朝廷を打ち破り勝利しました。今までは朝廷が上司、幕府が部下という形で幕府に東国支配を頼んでいたんですが、部下である幕府が勝ってしまったんで上司と部下の関係が逆転します。この影響で幕府は東国だけだった支配領域を西国まで伸ばし、日本全国を統治するようになります。さらに倒幕を目論んだ朝廷を監視するために京都に設置したのが六波羅探題です。このように北条氏によって執権政治が行われていったんですが、7代執権北条政村の時に海外から手紙が届きます。差出人は不備来藩蒙古襲来です。北条政村は当時おじいちゃんですので執権を辞任、こうして8代執権北条時宗が蒙古襲来に対応していきます。モンゴルと高麗の連合軍は対馬と壱岐を経由して九州北部へと上陸、博多湾は900の軍船で埋め尽くされることになります。日本軍は元軍の集団戦法に大混乱に陥るんですが、次の日博多湾を見ると元軍はいなくなっていました。とはいえこのまま放っておいたらもう一度攻めてきた時に対応できません。ということで日本は九州北部の守りを固めていきます。さらに日本軍は元軍の戦い方を一度見ているんで様々な対策をしていました。そうして元軍はまたも襲来してくるんですが、暴風雨によって船は沈没、残った兵も日本軍によって討ち取られ、戦いは終わります。さてこれまでの日本で最も危険な状態だった国難を乗り越えた御家人たちですが、幕府は恩賞を出すことが困難でした。これまでは敵を倒してその土地を恩賞として渡すという方法で幕府は御家人を統率していたんですが、今回は倒した敵の土地は海の向こう、つまり恩賞として渡す土地がないんです。こうして御家人の不満が溜まっていき、鎌倉幕府は崩壊へと向かっていくんでした。最後まで見てくれてありがとうございます。このチャンネルでは日本史に出てくる場所を実際に歩いて学んだ情報を撮ってきた映像や写真を使って紹介しています。興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。